ずいと思う？美味しいし、腹減ったから何でも美味しい。なんかチョコ、ま、中がチョコみたいに入ってる。これなんかさ、親戚のお家に行ったら出されそうな謎のお菓子。水分持ってかれるやつ。あ、そんなに。うん、あ、でも別に構造食として私はありかな。もしかしたら。もら。あ、うま。100均で言ってたもん、また買おう。100均ってさ、たまにさ、スーパーとかさ、ああいうドンキとかに売ってないさ、お菓子置いてるよね。そこ宿泊できますって書いてあるね。ここ部屋空いてんだ。あれ、これうまっ。目覚めてきた。あ、俺だ、仕事が。うん、これいいよ、ダイソーで買ってきてほしい。ダイソーにしてんのそれ。ダイソーで、私結構ダイソーのお菓子買うんですけど、美味しいから。これやべえ、登山の前になくなってしまいそう。うまいね。これいいな。ちょっと水分持ってかれそうっていうの分かるでしょ。え、これで何なの？え、100円。結構こういうわけのお菓子ってさ、うん、売ってたらさ、1300とか、あ、せんじゃん、130円とか取られるよ。があるからそれイメージしたのかな。佐川さんがくる。当たりのお菓子見つけた。どういうこと？え？どういうこと？わあ。これちょっと懐かしい味。中古が謎に売ってる。うわぁ、ちょっとどっかで寝ようかな。あのコンビニのとこでちょっと寝ていい？はい。それかちょっと手前のとこで寝るか。手前行ってる。あの湯河原行ったじゃないや。またあのちょっとローソンで寝ていい？はぁ、あ、小田原か。
これなんかすげえ幸せになれるな。そこにあるんじゃん、ローソン。あ、そういう風？でもそこにしな、もう危ないよ、そんな変なところ待つぐらいなら。さっさと帰れるとこ入って休んでいた方がいいよ。うん、そこのローソン。